どうもこんにちは、東野幸治でございます。東野 VS のチャンネルでございます。今日はいつも撮影してるんですけど、撮影はカタツムリの林くんにお任せしております。お願いします。本当はね、林くんに説明してもらってやってもいいんですけど、ちょっと今物騒なんで。物騒？はい、変なこと言ったり書いたりするんで、もう信用を受けないんで、もう俺がちゃんと大人の仕事をしたいと、はい、いや大丈夫ですよ、それは。大丈夫ですか？大丈夫ですよ。気性荒いんで気性荒いんで、はい、僕はちょっと今日は、やりたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。オビッツ製作所に来ております。このチャンネルよく見る方はもしや、と思っている方もいると思いますけれども、東野幸治のソフビ人形を作ろうということで、今日来た理由は金型が完成したということで、どういったものなのかをちょっと見たいなと思って、果たしてちゃんとできているのか、ボロボロ気になるところも聞いてみたいと思います。それでは早速中に入っていきたいと思います。さすがだ。あ、滝上、ふざけんじゃねえぞ。いや、じゃあ僕の味方ってことですね。いや滝上みたいなんです。さあ、オビツ製作所の中に入ってきました。ご無沙汰しております。よろしくお願いします。東野幸治ソフビ人形ですけど、金型が完成したと聞きました。完成しましたか？はい、大変お待たせしました。どれぐらい、結局どれぐらい？2ヶ月弱ということですか。だからまだ完成じゃなくて、まず金型ってことですよね。ソフビとビニールを作るための金型でございますか。じゃあ早速東野幸治のソフビ人形の金型、見せてください。はい、まずこれが。これ、2つ。はい。上半身と下半身。そうですね。うわ。これが、まあ、下半身。うわ、こんななってる。あ、すごい。はあ、こんな風に体が立ってくる。で、これはまあ逆さま。逆さまですけど。はい。わかんないです。金型って言われても。すごい。これ内面がこう。リアルだ。これはこうしたら、こう、あ、いいですか？はい、あ、すごい。なんか、ブツブツしてる。でも俺、髪の毛こんなブツブツ。気持ち悪い。気持ち悪い。で、後ろこういう感じ。あ、本当、俺こんな鼻でかいか。鼻でか、こんな感じ。本当だ、鼻でかい。鼻でかい。マリオみたいになってますね。なってる。ほんでこっちが、あ、足の部分ですね。はい、はあ、すごい。へえ、もうこんな当たり前ってことですもんね、これ。そうですね。すげえ。へえ。ほんで、今日はこの金型ができたんで、ソフビのあの液体垂らして、はい、で原型みたいな、色づく前の原型を見ようってことで、果たしてこの僕の鼻はこんなでかいのかどうなのかっていうところを証明したいと思います。はい、それではこれ持ってちょっと工場行きます。はい、お願いします。マリオさん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あの、東野幸治のこのソフビ人形の金型を、今からソフビ人形をちょっとどんな風になってるのか完成を見たいと思います。お願いします。はい、すごい機械ですよね。まず原料入れます。原料、入れてから、はい、遠心機に回します。遠心機、遠心、エアを抜く。はい、はい、こっちも
熱いやつね、うん、何度ぐらい？200度。200度、はい、でもう一個のやつをまた遠心機に、中抜けんでした。とりあえずあの中の全部一回抜く。中抜いては中抜きました。中抜いて全部出たら100に。100に。逆じゃなくて逆。はい。大体あの2分ぐらいね。2分ぐらいで同じように200度。200度の、はい、中の右側のやつは中抜いて固めてる状態なんですか？これは。そうですね、固まる、固まるっていう。じゃあ、あれですね、はい、さっきと同じ風です。はい、中抜きます。ね、だからどんな風になるのか楽しみですよね。あ、なんかやってる。これは何？それやると早くあの焼くから時間がね。早くやってる。焼ける。はい。それは大体もう焼いたかなと思って、自分の缶かなと思ったら、自分の缶で缶で冷やします。これ冷やす。水で冷やしてる。はい。抜く、はい、いきますよ。あ、出てきた。あ、こんな感じ。この金型すげー。あ、クラッカーも東の VS で、うん、メイドインジャパン東の VS。 いや、立っていいですか？愛おしい下半身やわめちゃめちゃ愛おしい。熱々熱々、愛おしい。いや、嬉しい。上半身冷やす。どうなってるんでしょうか、俺の腹は。行く行くよ。頭がこの穴がちっちゃいから、ちょっと温めて抜くからね。温めて、そういう技術もあるんですね。はい。出てきますよ。出てきた。同じだ。いいね。すげー。鼻は、あ、鼻はちゃんと、そうすね、ちゃんとさ、でかすぎ。あ、だ。写真撮った時の髪後ろね、
髪の毛跳ねてるからこうボコってなるほどボコって髪の毛寝癖みたいな寝癖みたいなだから可動域極力なくして動かない感じにしてるからこういうでいつもスマホで撮影してるっていう感じ でこれがこういう風になるっていういや素晴らしいんじゃないですか素晴らしいありがとう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 ございます会長会長ありがとうございます会長ありがとうございますでこれはここのこことここはどうするのここはねあの余分な部分なのであのペンカッターでこれカッターで切ってください今切ってもらえるんですかいいですかこれも手作業でやるんですね。雑でこれも。いえいえいえ。嬉しい。あ、なるほど。これがあの空気の通り道ですか。ああ、はいはいはい。ありがとうございます。で、はい、あの下半身。中にいや、いいんですか、潰して、はい、大丈夫です、あったかいうちができます、はいはいはい、あ、できた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 、あらほんまや素敵じゃないですか、あ、これはこれいいっすねいや花形できましたありがとうございます世界2個よ、はい、世界会長ありがとうございますいや前回無限にしてたし前回ただのお茶組の普段みたいな会長何を急に会長ですからいやもうこれ大成功ですねここまでは本当にありがとうございますありがとうございますせっかくだから抜いてみましょうもちろんやりますやらせてくださいあの運転はいもちろんもちろんです。どうしたんですか。これで右手で捕まって左手で捕まって、はい、今度これで。ああなるほどなるほどなるほど。自分の体に。はいはい。なるほどなるほど。これで。下手ですね。はい。で、今度は、引っ張って自分の体に引っ張れば大丈夫。もっと引っ張ってください。おい、難産でしたけど、難産でしたけれども、見事引っ張り出しました。はい、で、もう一つですね。はい、いや、思ってるより、あの、すごい力いいのよ。強いですね。それと同じ。はい。います。体にできましたすげーありがとうございますさあこのように、まあ、金型が完成して、はい、こういうソグビ人形になったとでこれを別にまだ発売するわけじゃなくてこっからの工程はどうするんですかこの彩色って言って色はいだから例えばこの G ジャンなんで、はい、この G ジャンの色をどうするかそれを決めるで、まあ、目だったら白目と黒目と黒目どうする はいはいはい、どの黒にするかどの白にするかっていう、はい、あのアンミカさんの白もたくさんの種類があるってことですよねで顔の色これも成形色って言って、まあ、この今うちにある白肌でやってるんですけど東野さんはホワイトディビルっておっしゃってるあ白い方がいいのかこのちょっとこの辺が青いから、はい、そこまではね色を多分こう彩色でなんとなく青い色つけられるでもできるんですか色は何種類か決まってるんじゃないですか決まってるんですああ、なるほどそれは誰がやってくれるんですか
これは彩色の職人がいます。職人がやっていただいて色をこれから決めていく、はい、で色決まったらいよいよ完成という、あの金型やっぱり作らなきゃいけないんですよね。え、色をつけるための色の金型を作る、あの、はい、あの余計なところに色が飛ばないように。ああ、例えば口のこの今歯が出てるので、はい、この歯だけを塗りたいで横色を拭くので、うん、エアーガン、はいはい、横へのところに全部飛んじゃうじゃないですか、はいはい、だからこの歯のとこだけ穴が開いてるというか、その型を作らなきゃいけない、全部一枚ずつ作らなきゃいけないんですよ。ああ、じゃあもう歯を塗ろう、はい、黒目を塗ろう、だって、まあ、歯は白で目も白だから白はここ例えば一枚でできるなって言えば一枚の金型ですけど、でスプレーで拭く、はいはい、でちょっと白白白みたいな、いやー大変で、手は肌色で、じいじゃん、ね、スマホの色はどうするそうですっていうところ、でこの金のボタンというか銀のボタン、はい、このボタンがあるのでここシルバーで塗んなきゃダメダメとかとかっていうの、今から金型を決める、さすがにそのステッチのオレンジは入れられないは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 い、なるほどね。じゃあそれをどうしましょう、はいはい、まあ、はい、あー、ごめんなさい、マスクカバー、これ口だけ塗る、こう、あ、こういうことです。だから要はこうでしょ、これの金型ね、こういうのを作ると、なるほど、そうそう、口だけ塗れる、でこれがこれは目の、あー、青いとこ、はい、これこれ大変ですね、めちゃくちゃ大変、なんかこういうお人形とかだともう本当に例えばこういうやつとかだともうすごい何個も金型が いる、ブルー、黒、肌色ってことですよね。そうです、そうです、なるほど、じゃあちょっとそれを決めていくってことですね、わ、はい、かりました。じゃあどうしましょう、もう今決めましょうかということですよね、はい、わかりました。じゃあ今からこれその工程がある、ちなみにそれ金型色の決めていきます、黒とか肌色とか、デニム色とか決めてい、はいはい、って今日決めるじゃないですか、うん、でその後できるのがどれぐらいかかるんですか、やっぱり2月ぐらいかかるかな、2月かかる、なるほどね、そう簡単にはいかないということでございます。それが2月後に金型できて、また自分もこう塗らせていただいて、はい、で完成とか、で完成ですから、